カープの東出さんと間違って達川さんで言わしたことありました。そっちの東出じゃないんや、お前調べてから電話せや、お前。プランドのお姉さんの告白みたいな会話が一時期あってましたけどね。よく考えたら俺、金八先生出てなかったなって思いましたけどね。一人だけ部外者が。去年のいろんな不倫だとか事件とかあった、坊さん的には一番何が響きました？なんだろうな、やっぱでもね、不倫がどんどん増えていく中で、あの許される人許されない人の違いみたいなものは考えましたよね、はい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 、やっぱり原田龍二さんっていうのは画期的な逃げ方をしたなっていうか、そうですね、うん、やっぱとことんまで責められなきゃ許されないんだろうなって思いますよね、はいはいはい、うん、原田さんやっぱりラジオがすごかったんですよね、会見であれだけ長時間質問がなくなるまで受けたのもそうだし、その後ラジオの生放送で40分ぐらいかな、まずひたすら涙ながらの謝罪した後にね、パートナーの、ね、女性から今度はひたすら放送で詰められて、その後メールでもひたすら詰められ続けてるのは詰められる実況がずっと続いたんですよ、はいはいはい、なかなかないじゃないですか、はい、やっぱ冒頭簡単な謝罪で終わらせるとかが多い中で、はい、とことんまでやったのとかがやっぱりあれはなんとかなった理由だろうなっていう、先にやっぱり謝るのが、うん、いいんでしょうね、渡部君みたいにこう長くこう、うん、時間経っちゃうとちょっと、うん、しんどいですよね、だから先に謝るのと、やっぱり難を背負ったんですね、うん、やっぱり一気にこう、りゅうちゃんは、うん、でりゅうちゃんからもすぐあのメールが来ました、メールと電話が、はいはい、まっちゃんごめんね、うん、あの今日ビバリーヒルズでしょ、うん、日本放送、うん、あの多分ね今日いろいろとつつかれると思うんだ、うん、あの僕は今日ねあの奥さんにまず謝ってね、うん、あのもう本当に、もう全部洗いざらいバーっと喋って、うん、原田龍二アウトって言われた。岡村君も同じパターンで謝りましたもんね、うん、ラジオの中でね、はいはい、オールナイト日本 で、 そうです、ね、出川さんなんか、うん、いやまっちゃん聞いてられないよ俺本当に岡村っちがあんな風にあんな吊るし上げて真面目にやってるのって本当にって言って、岡村君もいいのは矢部君という最高のパートナーが守ってくれたってことですよ ね、 ですね、あれはあれ以外にまとめようがなかったですもんね、あの暗い空気は、そうですよね、うん、でリュウちゃんもあそこで謝って、うん、もう誹謗中傷に耐えたら難を背負ったから運がたまったんですよね、うん、リュウちゃんね、やっぱ見てる側がかわいそうになるぐらいまでならないと、うん、多分今の世の中クリアされないんだろうなと思ってて、 あれでりゅうちゃんかえって逆ブレイクでしたもんね、そうなんですよね、とことんまでまず受け止めた後にあの笑いに転がすという方向に行ってっていう、ね、うん、それでもう本当に逆ですね、逆ブレイクだと思うんですよ、まさに、うん、ねえ 4WD が動いてたとかね、うん、いろんな言われたりしてましたけど、うん、あんなずっと耐えたら、だからねあのりゅうちゃんがあのコメントしてましたもん、原田龍ちゃんがちゃんとあの、うん、渡部君今辛いと思うけどすぐ謝ってちゃんとすればね、うん、大丈夫だからってね、なんかこう生きる法則みたいなのをね、うん、ネットでちゃんと伝えてましたね、でもなんかもっとすぐに会見して、でこの前の会見みたいにあのレポーターにぎゅうぎゅうに詰められる状況を、うん、あの中継してたらだいぶ空気が変わったはずなんですよね、もっと早めにね、うんうん、竹下さんも言ってましたもんね、うん、ニュースキャスターで、あれだ、あのなんだ渡部は申し訳ないけど、うん、ちょっとなんだよお兄ちゃんにはお金ちゃんと使わなきゃダメだよお前、うん、1万円でどうぞっつったらお前風俗じゃないんだから、うん、そういうのは使えやダメだよ、うん、ちゃんとあの接待してちゃんといいとこにして、いいよちゃんとお金使ってちゃんとした、うん、場所でちゃんとして、うん、やっぱり気を使うことが大事だと思うんだよって言った、うん、俺も本当その通りだなと思いましたね、うん、で、まあ普通ああいうトイレは使わないですよね本当にそう思う、タオルトイレで1万円って、1万円は安いですからね、うん、ちゃんとねお店でちゃんとしてほしいですよね、トイレと比べたら確かに車の中はね、うん、安全ですよ、あったかいですよで、あと車の中の方があったかいですよ冬とかあったかい、暖房も効いてるしね、加湿も効いてますよ、で歌もかかりますもん、はいはい、トイレはね、BGM も流せるし、魅力的トイレはね、あの、うん、いろんなもんあのなんかもう歌も流れないしね、うん、まあ、人に迷惑ですね、人に迷惑、使いたい人に対してね、でも他の人パッと
使うわけだから、うん、俺はね、あ、トイレね使っちゃダメですよ、やっぱりあの暖かい部屋でね、暖かい風邪ひかないように、うん、毛布もすぐかけれるようなね、ちゃんとしてね、うん、終わったらうがいもどうですかって、ね、どうぞと僕だって菓子折り持ってますよ、あのこれ地元のまんじゅうです、どら焼きなんですけど、あとあれこれこれ栗のまんじゅうもありますんで、もしよかったらどうぞって言って、手土産もね、あのよかったらどうぞありませんかとかね、あのタオルもございますんで、あのもしよかったらこれ新しいタオルですけど、よかったらどうぞ、あと松村邦洋手ぬぐいもつけますんでって、ね、これちゃんとしますサインもつけてね、あのやっぱ丁寧な感じで、なんか お腹空いてませんかとかね、食べたいものございませんかとは丁寧に、しますよ。俺も別にね、もうそういう関係じゃなくてもお話しするだけでもいいと思うんですよね、ラブトークでもね、もうお話だけでもこうなんかおしゃべりとかして、こうちょっとこうモノマネで和ましておしゃべりできるだけでも、なんかちょっとこうストレスって発散できると思うんですよね。それをもう俺忙しかったと思うんですね、次の仕事は次の仕事って、あれ次の仕事次の仕事ってやってると、やっぱりね、あの仕事行こうこの仕事行こうと思ったらね、はあ、もう早く10分で10分で済まそうって言ったら、いや1万円とかね、あダメですよね。やっぱりこう丸1日チャリティーミュージックソングライターのね、24時間こうやっぱり使ってあげるぐらいの方がいいですよね。やっぱりちゃんとしてあげて、あのよかったらマッサージもしてあげてる方がいいと思いますよね。マッサージもね、してあげて、背中ちょっと張ってますね、徹底的にケアをして、マッサージうまいんですよ、グッ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 、あと手をこう揉むとかね、この辺がね、凝ってますね、グッ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 、あとはあのちゃんと消毒もちゃんとしてね、あのケアを、やっぱり目配り、気配り、心配り、物まね配りって大事だと思うんですよね。やばい、足より持ってきますね。松村さんならそこまでやるっていうね、うん、僕はもうね、ちゃんとそういうふうに、うん、そういう関係じゃなくてもいいと思うんですよね、うん、おしゃべりだけでもいいと思うしね、うん、なんかこうできる範囲のモノマネをやってあげたりとかね、うん、なんかこうちゃんとこれでやっぱ礼に始まり礼に終わるってスポーツもそうじゃないですか、うん、今日忙しい中わざわざ来ていただきまして本当にありがとうございましたこうちゃんと柔軟な体勢でねはい、はい、もう本当こんなに軟体動物なんだっていうぐらい柔らかくカタツムリぐらいこう柔らかくしてお忙しい中ありがとうございましたっていうの、例に始まり例に終わるぐらいしたら絶対あの記事ないと思いますね、で記事が出た時はもう謝るしかないですよね、徹底してね。で僕がスキャンダル出た時、この YouTube があのすごい回転数多くなったんですよね、ここの部分だけね、松村お前も一緒だバカ野郎やっぱ告発のね、いろんな告発ありますけど、告発の記事によってやっぱなんか幻想が高まるパターンもあって、うん、最近になってあのね、あのクロちゃんの、クロちゃんが昔あの風俗嬢に、風俗嬢ね、AV 女優に告発されたことあったんですよね、はいはい、あれ読み直したら全然悪いこと言われてなかったんですよね、あの夜のテクニックはすごかったみたいに言われてたし、すごいじゃないですかなかなかそういうような時って、うん、あのいかにダメだったとか雑だったかって言われるのが、うん、ものすごい長時間のクッキーでしたみたいなこれ告発なのかみたいなああいうのいいなと思いますね技術を褒められるっていうあ、そうですよね、あの意外にクロちゃんはテクニシャンだったんだっていうね、そうです、そうです逆にクロちゃんとかはテクニシャンじゃない方がいいんですかね、うん、どうなんだろう、あでもそれはそれで、うんね、テクニシャンだったっていうのはね、うん、珍しいパターンだと思いまして、まあ、大事なことですよね、うんうん、プラトニックセックスっていうなんか代々木正先生のね、うん、本もあるように、やっぱり、うん、やっぱり例には例でちゃんとこう尽くすってことが、うん、大事だと思いますよね本当ね、なめんなよって言ってなめんなよって言ってるだろうって言ってるのに、なめんなよって言ってるだろうっていうぐらい、あの何ですか、村西監督の作品みたいなのがいいと思いますなめんなよって言ってるだろうって言ってね、あのなんかね、ドントペロリアンじゃないけど、ね、同時多発ペロぐらいの方が、なめ猫ですね、なめ猫の英訳ぐらいの方がやっぱり僕はいいんじゃないかと思いますね、はい、なんか、渡辺君とか結構爽やかなイメージだったからです ね、 それですね、僕らみたいにいつもこう、うん、定期的に風俗のネタとか喋っていればね、なんかこうあんまりこう違いがないだろう、あと渡辺さんは飲食にすごいお金かけてるイメージなのにっていうのも大きいでしょうね、うんうん、
であれだけ滑舌よくいろんな映画の情報とかバーッと喋って、うん、阪神の選手とかでも何でもこう詳しく喋ってるのに、うん、これ大変申し訳ございません、これはまだ大変申し訳ございません、うん、またそれもまだ放送もありますので、収録行ったっていうのは事実なんでしょうか、うん、大変申し訳ございません、それもわーってこうフェースガードしながら、うん、大変申し訳ございませんって、まあ、それも俺ね我慢したから運がたまるとは思うんですけど、うん、やっぱりあれだけ滑舌のいい人が歯切れが悪いとちょっと確かにね、うん、僕みたいに普段が噛んでるとそうでもないような気がしますね、うん、でもああいう会見があるたびになぜか僕の株が上がるパターンっていうのがあって、はい、ああいうやっぱり芸能レポーターの質問がひどすぎるみたいな感じで、はいはいはい、この場に吉田豪がいたらみたいなのが一気になんかツイッターにコメントが増えるんですよ、何もしないで僕の評価が上がるっていうすごいありがたいんですよ、ああいう時って豪さんだったらちょっと包み込んで鋭く言ってくれるかもしれませんね、だって答えようのない質問してもしょうがないじゃないですか、あれ逆にインタビューがうまくないですよね、うん、なぜ1万円だったんですかとかですね、答えは一つだろうけど言えるわけのないことを言って困らせるのがテーマだから、かといって競りするわけですよ、2万円、4万7000円、800円、テレクラ800円じゃないんだからね、800円、1時間800円、あれオキャンピーがバイトしてるのかと思いましたね、30年前歌舞伎町を取ると800円800円って中で500円取られました個室代な500円取られましたね、あだからそういう質問でもなんかだいぶ柔らかくなりましたね、うん、昔の質問とかはもう立ち直れないぐらい言ってましたね、昔は梨本さんとかですね、ですね、水神橋さんが殺虫台でピシッとかけてましたもんね芸能レポーターのこのウジ虫どもって、はいはい、やってましたもんね当時は、だから最近芸能レポーターの方が言ってたのが役割分担ができてて、最初に切り込んでとか、ね、ひどいこと言ってとか最後にフォローしてみたいな、はいはい、それぞれのバランスがあったのが、今は多分全員が同じ質でこう攻撃を続けるからすっきりしないっていうのかもしれないですね、ありますよね、うん、三井三太郎さんも一時期芸能レポーターでやってたんですよ、うん、TBS とかよく出てらっしゃる、うん、三井三太郎さんってもともとブルドッグっていう芸人で、うん、ラママとかも出てらっしゃって、渋谷のラママの赤信号の渡辺さんが主催するラママの新人コント大会で爆笑問題さんとかみんな浅草キッドからみんなチャイルズの皆さんとかみんな、うん、うっちゃんなんちゃんもみんな B21 スペシャルみんなやってたその新人コント大会にブルドッグで出てて、うん、かなり面白かった、なんとかブラザーズってコントやってて面白かった、途中で芸能レポーターに三井浩司さん、三井三太郎さんになって、それで赤信号の渡辺さんの女性問題の時一番最初に切ってましたもんね、お世話になったのに、渡辺さんに三段お世話になったのに渡辺さんに女性問題の時一番最初にマイク向けたのはお前なっつって、生まで新人の時どれだけ飯食わしたよ三太郎それはないだろう、いえ答えてください、ね、の時ですか、誰に、なんか女性問題の時、うん、なんか一番最初にマイクで切りつけてたのは三井三太郎さんでした、ね、うん、でもリーダー、僕一回取材したことあるんですけど、リーダーがぼやいてたのは俺ばっか女遊びしてるイメージになってるけど違うんだよっていうね、うちのグループにはもっと遊んでたやつがいたみたいなだってね、昔はラサール石井さんとかが、うん、なんかこう普通に雑誌の対談とかするときって、ビッグツモローで、青春出版社のビッグツモローで取材したとき、ソプランドで普通にお湯の中とかで対談してましたもんね。言ってましたね。ラサール高校の時はね、僕はね、とかね、早稲田の時に、ちょうど、なんだろう、こう、代々木公園で赤信号のネタの、練習してた時に、まあ、アイドルの子とかとちょっと揉めたっていう、アイドルの子とここの場所取りで揉めたっていうのは、後々倉田真理子さんだったんですけど当時そんな話とかも普通にソプランドで話してましたもんね。だってね、ひょうきん族のみんなね、終わった後、打ち上げの後で全員でソープ行く時の段取り組んでたのがラサールさんですよね。だからなんか夢があっていいですね、なんかこうタレントって売れたらそういうところで雑誌の取材ができるんだと思って、うん、ラサール石井さんいいなーなんてこう思ったりしましたですよね。あとはまあ僕的にあれだったけど、マッチさんも出てきましたですよね、金八先生のね、星野清志役、うん、
だったんですけどね。でも今ジャニーズ事務所の社長さんも金八の生徒ですもんね。あのジュリー夫人さんも、あそうだそうだ出てましたね。越智晴美役で出てた、うん、そうだそうだ越智晴美役ですよ。東条絹子が、うん、なんか越智晴美のことを悪く言って、うん、越智晴美がちょっと屋上にこう登ろうとした時、うん、ちょっと風が吹いてパンツが見えたってのがあったんですね。落ち着いたなんか俺明星の取材の時、あ、これ落ち春美役ですもんねって、うん、そんな話をさせていただいたことありますね、パンツ見ましたよねって、ね、パンツ見ましたねとは言わなかったんですけどねなんかそう金八先生の第一シリーズの方とかがいらっしゃると、うん、なんか中尾役の方もね、うちの田舎町でご一緒だった方で、なんか映画のプロデューサーにまでなられてました、中尾役の方は、うん、で、お葬式の僕行ったんですけど、うん、その時も武田鉄矢さんが弔辞読まれてたり、うん、そんでもなんかしたら、つくも八一さんとかね、うん、加藤勝の方とか、みんなで二次会、三次会も行きましたよ、うん、よく考えたら俺、金八先生出てなかったなって思いましたけどね一人だけ部外者が一人だけ部外者ですね何パチだっけ、まっちゃんはっていうぐらい沖田博之さんのお葬式も行きましたけど、うん、そういうのありましたね、うん、まあちょっとマッチさんとあのロケとかいろいろ行きましたんでね、ちょっとまあ時代が変わったと思いましたよね。本当にマッチがこれだけちゃんと叩かれたりとかっていう、そうですよね、昭和39年生まれのマッチさんの年代もいろいろありますね、三原淳子さんは金八から金八先生にもなってるし、ね、全く分かんない展開でしたよね、国会議員になってるし、うんね、チェリージュニアハイスクールの出身者の方々もいろんな人生だったんだなと思いますけどね。昔三原淳子さん一回取材した時に、なんかまあちょっと芸能界不信的なものがある人で、あの気持ちも分かるんですよ、あの三原淳子さんの当時某大手出版社から出ている本を買ったらグラビアページで白い水着着てて思いっきり乳首透けてるんですよね、あのなんでこういうようなチェックの甘さというか、これそのまま普通だったら、ね、NG 出すようなものが載ってて、月刊少女ですかね、ワニブックスで出してた自分のタレント本で普通に、それ三原淳子さんがこう、うん、歌手活動盛んな時ですよ。そう、普通にアイドルの時。セクシーナイトとか、うん、サニーサイドコレクションとか歌ってる頃ですね。そうです、僕もね持ってる三原淳子さんのね、月刊明星のね、なんか1981年の7月号かな、まだ渋垣隊がまだ渋垣トリオの頃渋垣トリオで小さく丸のとかの中でこうでやっくんもっくんがこう出てる時の三原淳子さんの、あの水着じゃなくて透明の T シャツに乳首が見えましたね、うん、そうなんですよね。これもう僕の同級生のハーヤンっていう友達がもうすごいチェックするのがすごいんですけど、つけてたのって言ってね、見て俺も買っちゃいましたね、まだ渋垣隊が先発トリオの頃です、はいはいはい、確か三原さんにその話して、こういうのが私は信じられなかったみたいな感じで怒ってらっしゃったんですよ、やっぱり事務所がちゃんとケアしてなかったんですかね。でしょうね、うん、東京放映だったんですよね、加山真二郎さんとも最初行って、うん、あれいろいろ、はあ、そういうチェックだから、なんだろう、ヌードの顔だけ変えたヌードのやつがありましたもんね、三原淳子さん。ありましたね、ね、うん、なんかなんだっけ、イラストかなんかのじゃないですか、ね、うん、ありましたね、顔だけこう変えて、誰かのヌードと一緒にしましたもんね、まあ、あと東出さんも大変でしたね、不倫で、そうですね、あんちゃんとね、あんな連続テレビ、あ、三原淳子さんの T シャツに乳首がね、はいはいはい、はい、あの検索で出るんですね、やっぱね、もう乳首が黒かったなと思ってね、もう見てね、その後脱がれていますからね、最初ケンちゃんとお付き合いでしたもんね、三原康之さんとね、ケンちゃんシリーズのね、うん、はいはい、今はやっちゃんのことだけって言ってましたよね、途中でまさかあのコアラと、そういうな感じになると思う、コアラもまた三原淳子さんのためだと思った、なんかやっぱ恋してる時ってあの爽やかな香りになりますね、痩せたコアラが見てみたい、ね、痩せたコアラが見てみたい、本当爽やか、まあ、女性にモテようと思った時ってやっぱりちょっとこうかっこよくなりますよね、うん、
東出さんもカープの東出さんと間違って達川さんで言わしたことありますね東出さんも、はいはい、あのカープの東出さんかなと思って東出って言って僕はもうカープしかなくて、うん、俳優さんのイメージがなくて達川さんに、うん、いや東出さん大変ですね、まあ、じゃあ、うん、そっちの東出じゃないよお前東出だよお前、まあ、鶴垣日の東出だよお前真面目だお前、奥さんの思いでものすごくええコーチでの今のは頑張りよるんだお前お前、まあまあ、そっちの東出じゃないやお前、調べてから電話せやお前そうでしたね。あの後テレ朝のドラマがちょっとこう出てたばっかりだったから大変だったんですよね、編集とかが。いやもう一応出てはいましたけどね、なんか妙に説得力のない、そういう時に限ってなんかちょっとあの不倫のような役みたいな設定みたいなシーンがちょっとあると、うん、すぐネットで書かれますもんね、うん、やっぱでも最終的にはそれまでのイメージの問題なんですかね。あ、爽やかですもんね。そんなにイメージ関係ない人はダメージゼロで活動続けるじゃないですか。うんうんうん、確かだって千原兄とかもなんとか出てますよね。あ、そうですね。お兄ちゃんもすぐ謝りましたけどね。すぐ謝ったし本当にね、さん、まあ、記者の取材もちゃんと受け、うん、その結果本当に何もなかったように普通に活動してるじゃないですか。そうですそうです。この違いは何なんだろうと思うんですよ。いや、何ですかね、うん、ちゃんとすぐ謝って、うん、対応するのが大事なんですかね、まあ、プラス、まあ、それまでのそういうなんかいいイメージも別に最初から、うん、ないとクリーン感もそんなにないから、がっかりみたいなことが別にないっていう最初からそんな人だと思わなかったがないと意外と強いですね。僕もなんかあの朝日芸能かなんかに若い時、うん、ソープランドのお姉さんの告白みたいな、うん、出て、うん、まあ、普通に雑談で喋ってたことが記事になってるし、うん、それで恵比寿さんがわざわざ漫画に書いていただいて、うんうん、会話が一字一句合ってましたよねアポなしで来たって言われましたね、うん、松村がアポ、いや、ちゃんと予約してるって予約しなきゃ入れないアポなしで来たディーパ少年の、バウバウの MK だってそこまで言われや松村君広でいいっていうのもバウバウの MK って言われてもね、うん、風俗の告白、朝日芸能じゃなかったですね、うん、週刊なんとかでしたね。会話の内容が再現された感じですか。会話が一時間あってましたね、うん、否定しなかったですね僕も。プレーの内容とかはどうだったんですか。プレーの内容とかは、プレーの内容はね、もう結構悪いこと書かれてた。あの小さかったとか、ね、あのいちいちうるせえなって太ってたからローションを使ったとか、うん、他の人より使ったっ、あ、量が違ったっ、量が違ったっていう、なんかマイナスなこといっぱいありましたねちょっと情けなかったっ、ね、男としては情けなかったですね。あ、じゃあみんな遠慮してあんまりこういうこと言わなかったんだ、でもそう思ってたんだと思ったらちょっとショックだったのがありました、ね、今までのねお店の方々が、うん、そうそう、気を使ってもらってたんだなと思って子供の時にその全国でヒゲダンス大会が行われてて、あ、はいはい、僕そこに出て入賞をしてるんですよ。すごいじゃないですか。イカリはね、あれなんだよね、うちの撮影好きでしょっちゅう覗きに来ててさっつってAV の現場にしょっちゅうイカリさん来てたらしいんですよ。よしこさんちみたいな一難去ってまた次男っていうパターンもあるけどこの間あのお姉ちゃん呼んだら我が家のよしそっくりのお姉ちゃんだったよとかねこのチームで何で作ってるか知ってるかこの黄色いのって何ですかってこの道具だーっ松村邦弘ためにならないチャンネル、まあ基本的にためにならないんですけど自分の好きなことを、やっていきたいと思いますんで、もし、まあなんかこのチャンネルいいなと思ったら登録してください。